というわけで三兄弟です。鈴田さん、第1回出前と料理どっちが早いのよ。で、気づいた、ね、気づいた。自分で作るのと出前を頼んで帰ってきてここまで来るの、どっちが早いのねって話をね、どっちが効率いいのか、どっちが効率いいのか知りたいってことですよね。知りたすぎても夜も眠らへんから、ね、いやマジやばい、出前しか取ってないもんね、うちマジ金持ちなんで。ということで早速料理もうお母さん頼んだよな。もう早いって、早いって。もう今からこの3人で2チームに分かれて、はい、1人が出前行く、あんちゃんはウーバーイーツを取りに行ってください。ウーバー僕たちが料理人なんで、はい、お願い、勝負だ。とりあえず痛めつけといた。あ、痛い、ごめんなさい、ほら見て、やばいって。なんでお前前ねん、ちょ近いよ。僕たち急がな、急がな、早く、そうだ、早く。急いでないよ、急がなきゃ。ワックスしてるようでしてない。買いに行ってきます。買いに行くの、ショートスイッチ。恥ずかしい。何これ、急ぎます、今から探します。ショッチェーンジミラクルフォース、じゃあ買ってください。やろ、ショートスイッチ。先輩の露骨な宣伝、もしかしてコウさんこれウーバーイーツですか。よーい、スタート。カネカネ、急げ急げ、すいません。買いに行ってきて。もう終わりやん、もう5分、もう自転車行ったら帰って、どう同時で終わりやって。ここに出ればいつか、あれ何枚も忘れた俺、5本や。やなんとかどん、せい。みりんってどこ、やっていきましょう。こうググってええん、ググったら親子丼作り方きた。はい、玉ねぎ薄切り。本出し、本出しって何、それ 800cc、 800cc でも書いてないかな。 800cc ってもうほぼ1、わーん。あー、あのなんか、ほら、それや、おっとっとみたいです。あぶね、お前は早く親子に入れるつもりだ。ネギも切ってきます。来た来た来た、卵卵どいてない、卵卵こんな角度、マイナステップ、カープシュ。煮て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 煮るで、めっちゃ入れるやん。カレーの煮込み方やそれ、昔者の匂いする、思い出すわ。お茶系ね、コウさんのね、やっぱ一番ヤバいってことね、僕分かってるんですよ。迷ってる説あるよね。嬉しいっすよ、関節キスの温度で関節キスの嫌だ、ウブイーってなってる。嬉しいの方、あんま、あうまそうじゃん。出るまーす、はい。卵まだ、卵まだ入れてないもん。パチ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 。もうちょい硬さを調べてくれ、指任せろ。あお前さ、お前拷問やからな。オッケー、いいね、マシ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 、みりんは？あ、おい。卵焼きだ。
かった、入れすぎやって。あ、なんかあれスクランブルエッグはい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 、え、ほんまにこれだ。わっ、レシピ見て。お、ミスった。もう一回卵入れてよ。パンのお尻から産んだ卵です。うるさいわー。なー、味ですからね。最終曲映像だけでも綺麗。オッケー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 。グランブレイクとして、はい、というわけで俺の勝ちということで今日はこの辺で終わっとこうかと思います。はじめまして。どうしたん？開けて。はい、帰ってきた。ウーバーイーツですか？あ、頼んでないんでやめてもらって。5万です。見て、見ろあの姿を。てってってけてってけてってけてって、一から作ってこの速さだ。てけてってけてってけてってけて、スプーンが欲しい。どちらでも召し上がりください。てけてってけてってけてって、食べました。え？なんかうまそうだ。うどん来てんねんけど、おかしいやろ。負けやから。だってお前ウサギとカメみたいなもんやな。そもそも鍵閉めるとかちょっとやばない？え？あ、家着きました。今から閉じ込めることになる。あ、違うわ。あの、開けてくれないんで食べます。全部モザイクにしてもらいます。お願いします。ごちそうさまでした。なんか開けてくれそうにないんですけど。じゃあ、お前一緒に出かけたい。え、こうなんや。ほら、出っ張りがあるかないかよ。見た目はなんかこっちが良さそうやね。ね、あら、うわ鍋に入れるサイズ。あ、すごい。よかった、よかった、適当に作ったから。もうポロポロ、新しい改革や。なんかね、醤油の味がすごい、全然せんがめっちゃ醤油っぽく感じる。作戦やん、こうするじゃん。あ、いっぱい食べてる。さあ、どっちが勝つのか。勝敗はいかに。大丈夫。今までね、快挙やねんけど。ほら、もうやめつけなくていいん。ほら、だけどこっちのがお店の味やね。わかる、うん、うん、家が作った方が美味しいな。思うかったらチャンネル登録高評価が正しい。いい天気かな。明日はいい天気なったらいいな。全然関係ない。思った方はね、チャンネル登録高評価お願いします。これ自転車、これ、あ、お金持ちになりたいな。すずさん、良いお年を。よかった、分かった、よかった。これでまた一つ事件が解決してよかった。ってことで、良いお年を。あ、まあ早い、もう終わる。何もない。なんかあるっしょ。